クロス死者はかつて存在したイギリスの死者区保守党の政治家、リチャード・クロスが1886年に除されたことに始まるが、第3代クロス死者アシェトン・クロスの死をもって2004年に廃絶した。初代死者リチャード・クロス・リチャード・クロスはビクトリア朝の保守党政権下で閣僚職を歴任した政治家で第2次ディズレーリ内閣及び、 第一次ソールズベリー公爵内閣下の内務大臣を務めた。クロスは第二次ソールズベリー内閣でも引き続いてインド大臣として入閣した後、その在職中の1886年8月19日に連合王国貴族としてランカスター州ブロートミン,ンファーネスのクロス施爵に助された。彼の息子ウィリアムもリバプール選挙区選出の庶民委員議員を務めたが、 1892年に、ジョーチフスで父に先んじて没したために爵位を継承できなかった。そのため、初代子爵の後はその孫リチャードが爵位を相続している。二代子爵リチャードは、官僚で大倉小政務次官を務めた。彼が1932年に亡くなると、爵位は、長男、アシェトンが継承した。しかし、三代子爵アシェトンには、息子がおらず、 彼以外に爵位を継承できる、有資格者もいなかったために、彼の死をもって2004年に、爵位は廃絶した。ありがとうございます。